皆さんこんにちは。2023年の5月の27日土曜日でございます。かなり星空動画はもう久々になっちゃいましたが、ドラクエの日37周年ということでおめでとうございます。ジェムはね、もらっておきましょう。これで1万3000もらいました。ありがとうございます。で、冒頭からになるんですけど、まずね、星空今まで遊んできましたが、僕はちょっと今回で、星空動画は最後にしようかなと思ってます。まあ、引退宣言とかではなくて、個人的にはね、遊んでいく可能性っていうのも十分ありますし、動画自体を新しいチャンネルに切り替えます。で、この後ガチャ全突破しますので、ゆっくり見てください。最初にね、ご挨拶だけしようかなと思ってます。ずっとやりたかったね、まあ診療系メンタル系のコンテンツに切り替えます。はい。で、今すごくやっぱりメンタル的にね、いろんな病気抱えてる人がどんどん増えてきて、で、僕はもう15年ほどですね、そういった世界にいたので、まあカウンセリングの資格も取りましたけど、普通の資格なんで臨床心理士とか国家資格じゃないので、まあどこまで役に立てるかっていうのはわからないんですけど、あくまで経験上ね、かなり15年っていう培ってきた知識とか、自分で体験していることの話っていうのは説得力は割とあるんじゃないかなと思っているので、まあ一つ覚えておいていただきたいのは、星空自体はね、動画ではやらなくなると思うんですけど、もし皆さんがね、今後ご家族とか大事な人、お友達、そして自分自身が、まあうつ病になってしまったりとか、まあ僕はパニック障害の方なんですけど、まあ発達障害とか HSP とか不眠症、まあいろいろとあります、診療の世界。そしてなんか悩みがあったら、お悩み相談みたいな、ラジオ番組になっている可能性もあるので、あ、そういえば吉丸そんなことやるって言っていたなといつか思い出して、まあこの動画また見ていただけると、まあ必ずどこかでね、役に立てるようなまあ、コンテンツを揃えている状態にあればいいなと思ってます。はい。まあ、メッセージ受付もやろうかなと思っているんで、まあ、お悩み相談でね、メッセージ出していただけたら僕の視点からになるんですけれども、まあ、いろいろとお役に立てたらいいなと思ってます。まあ、とにかく、まあ、再生とかはそんなのはもう思いっきり減ると思うんで、もしかしたら3人とかしか見ていないチャンネルになるかもしれないし、そこはもう関係なく自分のやりたいことをやっていくタイプなんで、そうですね、やりたいことを今やりたいと。そして何か役に立てるようなことっていうと、やっぱ診療系が一番いいかなと思っているので、まあ一度ですね、星空はここで区切りをつけて、まあ、新しいチャンネルやっていこうと思います。で、そこでゲストさんをね、交えてっていうか、もう一人パーソナリティさんがいて、二人体制でやりたかったんですけど、残念ながらなかなかご縁がなくてですね、まず一人でスタートをしていきたいと思ってます。まあ難しいと思うんですけど、もしね、この動画見ていて、そういったなんかお悩み相談するような立場のお仕事の方とか、まあカウンセリングカウンセラーさん難しいと思うんだけど、まあ、そういうラジオに興味ある方おりましたら、概要欄からメッセージください。まあ一度ちょっと通話させていただいて、一緒に何かできそうであれば、まあゲストでちょっと一緒にね、そういったこともやっていきたいなと。例えばなんか会社の中でいろいろと相談に乗る人もいると思うんですよね。うん、そういった役職の方とか、そういうお仕事もいろいろとあるので、そういう経験があるよっていう方だとすごく嬉しいです。あとなんかこういうメンタル系とか診療系、何か携わっている方とか、まあ、そうじゃなくてもお悩み相談的な部分、社会的な何か、そういう相談を受けるようなことが多い方がおりましたら、心強いなというふうに思ってます。はい。まあ星空話はこの辺かな。まあ本当にね、長くやってきました。一番最初の画像出ますかね。僕が一番最初に使ったのは雷神の槍だった気がしますけど、まだ覚えてます。スクショはもう当初から常に撮っているので、今まだにいろんな記憶とともに、いつでも蘇る状況ですが、やっぱでも一番でかかったのは、まあ、当初ね、3年ぐらい前ですか、一番なんか毎日生配信やっていてみたいな時期があって、その時はね、まあ
星ドラ貯金をして家を買ったんですけど、しかも一括で買ったんですけどね、まあ知ってる人はもう知ってると思うんだけど、やっぱその時が一番楽しかったですね。ちょうど家買ってリフォームしてウハウハな時期があって、まあもちろん今そこに住んでいるんですけれども、本当にやっぱり家賃のない状況に助けられている部分というのはでかいんですけど、まあ3年前レート違ったんでね、今よりはもしかしたら稼げていたのかもしれないですね、うん、で星ドラ貯金していなくても家はどっちにしろ買ってました。ただ間違いなく、まあ、大きな買い物、人生の中で一番でかい買い物ですよ。しかもローンなしなんで、背中を押してくれたのは星ドラだったかなと思います。それが一番でかいんじゃないかな、やっぱ、うん、直接的に絡んでるもんね、生活にね、うん、っていうところで、まあでも星ドラに課金もある程度してきたと思うんですけど、配信者さんの中では少なかった方なんじゃないかなって思います。そうですね、やっぱりその時期が一番楽しかったかなと思います。ちょうど3年ぐらい前ですか、はい、そこからいろいろと僕の中ではあれあれっていうのがね、続いてきちゃったんで、まあ、今回のドラクエの日で区切りをつけようっていうふうにずっと思っておりました。はい、じゃあまたね、星ドラの話はどこかでします。取り急ぎは診療系のコンテンツに切り替えるのって、いつか皆さんが困った時に思い出して動画見ていただけると嬉しいです。ではガチャの方行ってみましょう。はい、では装備の方見ていきましょう。今回は新装備、新調装備、レティスですね。まあ不死鳥のラーミアとまた別枠でやってきたという形になりますが、まあ目玉は扇ですね。今回は性能をやりませんが、やっぱり小玉ネズミの世界、そして開幕から、CT マックス状態になるよということでね、これはぜひ当てていきたいなといったところでしょうか。うん、まあ抜き出しを1個ね、ルビス扇あるといいなと思うんですけど、確かあったと思いますね。まあ、そして僕の大好物の槍ですね。まあこれで締めくくれるのは嬉しいところですが、まあ本心としては過去のね武器も錬金覚醒入れて CT マックスぐらい、まあそのチャージでもいいんですけど入れて、まあどん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 復活して使えるようにはしてほしいなって思います。やっぱり未だに黄金竜の槍一番好きで、ドラゴンオーラからのドラゴンラッシュ、ただあれも CT マックスがないからやっぱり持っていけないっていうものがあるんですよね。ああいう昔の武器もまあ見捨てないでね、復活していけるといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そしてまあこちらね、メールも覚醒かな、なんか来ておりますが、まあこれはね、うん、ちょっとそこまでっていうか、まあ今回刀でも来るかなと思ったんだけど、炊き出しから刀来なかったですね。うん、天竜一閃とかあの辺がね、結構使えるようになってくれると嬉しいなと思いきや、やっぱ無属性でね、会心の一閃でいろいろと通っちゃうとっていった部分もあるのかもしれないですけど、あとは心配なのは、もちろんその会心封じとか、あと小玉封じもありましたよね。なので、今後そういう調整が入ってくる可能性があるから、使い分けになると思ってます。あと、あ、ちなみにね、アンケート福引きはチケット1枚で、僕は昇竜と出ました。もう1本欲しいなと思っていたんで、結果はそんな悪くないかな。これ引いちゃおう。これだけ引いてすぐレティス装備に行きますね。結構光ったな。これね、あ、ちょっか、黄金竜の剣、この前も2本出たんですけど、偏るね。6本出てますよ、ここ最近。僕黄金竜の剣当初出なかったんですよね、途中光らず。あ、でも止まった、確定枠で止まると。何が起こるかやっぱわからない。うん、これなかったんだね。はい、ということで、まあ新しいの出た分いいんじゃないかなと思います。ではレティス装備、全ズッパ行く予定です。まあ途中わかんないですね、ループ一周引けるんで、また追加ガチャ動画を出す可能性はありますね。はい。なので区切りとしては、まあでも今回の動画でラストっていうよりは、今回のドラクエの日の動画でラストだから、もしかしたら2、3本出すかもしれないです。そこら辺はちょっとね、まだ、読めないんですけど、無償で引いていきます。行きましょう。あ、ちなみに提供見てみよう。
10% で10連になってるのかな、これ。10連星5、1か。まあ厳しい戦いですね。言います。うん、止まらない。あっという間に多分解けますからね。ゾーマの時って僕すっごい引き悪かったんで、確かね、あれ600連とかしたんじゃなかったっけ。うわー、これは出ないかもしんないね。結構ね、渋いって聞いてますね。まあ扇が出ればっていう感じかな。まあなんか武器、槍と扇一本ずつ出てくれれば僕はいいですね。あ、やばいかもしんないこれ。いやー、でもね、一番ゾーマンの時もそうだったけど、気軽に引けてますけど、今まで貯めた分がこうどんどん溶けていきますからね。来い、止まってくれ。さすがに止まってくれた。扇出てくれ。カードウェイ、あ、デザイン的なところはまあ、あ、悪くないと思います。ただどっちかというと女性の方がなんか喜ぶというか、うん、まあ関係なく着れるデザインにはなっているとは思うんですけれどもね。色がもう少しなんかパンチあってもよかったかなと思いましたけど、うわこれやばいね。もう、あ、でも確定です。すごいねこれ。最後やりか、よし来た。まあ最低限武器ゲットなんでよかったです。はい、まあ武器のデザインはかっこいいですね。うん、でもなんか槍はね、不死鳥の時から結構かっこよかったからね。さあ、あともう一個扇を出していくぞ。進化玉もね、いっぱいあるんでね。ああ、全然途中引かんないね。うん、残念。もうどしどし行きましょう。もうここまでね、なんか心臓もドキドキしていないんですよ、前回の。それは寂しいですけどね、それはそれでね。はい、まあ槍もう一本欲しいですけど、とにかく扇を出すのが一番の目標というか。来い、止まってくれ。止まらない。槍もう一本、うん、まあ抜き出しようとしてね、いいんじゃないかな。はい、いや、なかなかね、もうだって600連して前回のゾーマもコンプしてないですから。ただあの後ね、滝だ、お、止まった。扇、扇出てくれ。引き悪いんだ最近。よし来た。いや、これで飲む。でもさ、こう終わるって言って引けちゃうんだよね。それがちょっと悲しいところかな。まあしゃあないですね。なんかさ、うん、続けている時に僕すごい引き、ここ1年ちょっと悪かったんですよね。特にゾーマ装備の本当に動画見てもらえれば、あれ結構ね、同情されたんですよ。いや、そこまでなんか SNS 上でとか知らないですよ。あんまりもうチェックしてないんで。あと頭か。頭。うん、途中がまず光んないもんね。ただ頭は天空兜で代用できるから、まあそこまで必須ではないから、まあ最低限の目標は達成できたから良かったですね。来い。うん。止まらん。どしどし行きましょう。で、槍に関しては、そう、超越がないんですけど、まあ何かで、お、来た。頭。その錬金覚醒とかでね、お、来た。すごいね今回。なんかこう区切りをつけるっていうタイミングで急に引きが良くなってもどうなんだろうみたいな。うん、ちなみにまあ今回ですごいのが来るっていうのは予想していたから、ジムもゾウまで全ズッパしてから9万まで復活させたのかな。あ、ただまあそう、優勝がちょっと混じってるからね。ただあんまりにも引きがもう良かったから、これ優勝別に使わなくてもいいかな。アンケートの方でなんか使いたいんですけど、まあ1000ジェムスタートの方が嬉しかったんだよね、アンケートね。あれが3000スタートになっていて、今ちょうど9000しか持っていないから、1000ジェムスタートじゃないとループが、まあループというか一周引けないっていうのがあるんですよね。ただまあ一番欲しいのはもう全部、そうですね、扇手に入れて槍も2本で頭も手に入ったから、ここまで結果はめちゃくちゃいいというか、むしろここで終わってもいいぐらいですかもんね。
ただなんか扇もう一本出てもいいかなみたいな感じはしますけれども、まあ、せっかくだから引き切りましょう。とにかくね、そこまではやりたいなと思ってます。あとまだでもコンプはやっぱ300連でも難しいか。最近全然コンプできていないからね。しどしどし行きましょう。もしかしたらちょっと久々の録画だから、ちょっと途中でなんか音声おかしくなったりとか、なんか録画がおかしくなっている可能性もちょっとゼロではないんですけど、うん、まあ勝て、あ、来た、止まってくれ途中。さあ、あとは立って体下、うん、体下が出てくれた体勢です。まああんまりね、高難易度はもうやらないと思うんですけれども、なんかこれだけ見るとなんかぼってりしてるね。はい、まあそうですね。とにかく星ドラの今後に期待することは、過去の装備も幅広く使えるようにしてほしいなっていうところぐらいかな。でもね、なかなか光ってるけど対象がやっぱ出にくい感じは、まあ、これはね10連星5一角なのでしょうがないかなって気がするんですけれどもね。うん、まあやり、そのうちヒャドのなんか超越出るんじゃないですか、おそらく。まあ、その時にまたね、飛び抜けてすごいことになるのかもしれないんですけど、でも会心の場合ってもう小玉投げてもう一発勝負でガチガチってや畳みかける場合が多いから、まあ、そこまでね超越スキルが必要かっていうとちょっと分かんないんですけれども、まあ、ないよりはあった方がっていうところあるよね。だ今後はこう超越でつないでいく武器か、超越ない場合は一発でバーンと高火力を出すみたいなので、まあ分かれていってもいいんじゃないかなって気はしますけれどもね。途中が光らない。うん、でも最初の方にすごいですね、ここまで欲しいのが出てくれたのは2年間なかったと思いますよ本当に。結果としてはまあ満足かな。だからゾーマ装備の時がねちょっと本当にひどかったんで、ただ600まで引いたから、まあ、剣に偏ってくれたのは良かったんだよ確か。であのあと炊き出しかなんか、炊き出しじゃない何かで、あ、来た、立って、え、コンプなったってことかな。こういったところでなるんだね、300で前回の半分なんだけど、ちょっと最後にまた倉庫を見てみましょう。うん、なんか扇もう一個欲しいな。でもまあサポートもう一個いるかっていう問題もあるんですけど、剣、あ、剣っていうか槍は2個でいい感じで、バトキンで使うようになるのかな、やっぱ会心なんでね。そう、ルビスの章を持ってないんですよね。でも今回の扇でいいかなっていうことになりそうだし。お、扇の、すごいね。今回の引きはどうしちゃったんだろう。こういう時に限ってなんだよね、本当にね。なんかさ、AI 入ってるんじゃないって思いません？よくあるあるですけど、これラストかな。ラスト、まあ、槍もう一本あるといいかなっていう感じ、サブで。槍もう一本、びっくりした今一瞬ね、槍に見えましたが、はい、ということでありがとうございました。一旦これでとりあえず終了します。で、追加の装備に関しては僕はないと思ってますね。はい、倉庫見てみましょう。あ、こっち間違えた、闘技場行っちゃった。ちょっと9000残ってるの、これ優勝分なんでまたどっかで使おうと思います。装備を見るにして、でこれが星5のみになって、まず扇2本、縦1、体下1、頭1、体上、あ、ってことはコンプですね。300連でコンプした、あれ、ちょっと待って、扇2、縦1、体下1、頭、あ、槍あった、びっくりした、槍が今ないかと思った。
まあもう一個ここにね、表層がだから3積みまでできなかったっていうところですが、まあここに関してはまあいいかな。うん、とにかくまあいい形になったと、バランスよく出てくれたので良かったですね。はい。で、進化玉は45個とか、まあもっと取ろうと思えば取れるんで、十分全部貫突、しかもサブキャラ貫突分もちょっと作ろうと思えば作れるかなという感じでしょうか。はい。では、ガチャ動画は以上になります。はい、ということで、ガチャも引き終わりました。なんかループそう、なんか一周できるからね、またもう一本ぐらい動画アップするかもしれないですけれども、そうですね、なんかアンケートの方を引いてもいいかな。ちょっと今日は時間が結構経ったと思うので、これにて終了しますが、もう一度最後にね、繰り返しになるんですが、星ドラ本当にね、長年遊んできました。こんな長く遊んだゲームってなかったんじゃないかな。まあ、ただね、課金ゲーがもともと僕反対という形で遊んできてしまったんで、まあ、そこがありました。うん、まあ今やっぱりコンシューマーゲーム機の方がやりたいのいっぱいあるしね。そして、診療系の新しいコンテンツに関しては、まあ、やっぱり人事じゃないというかね、僕も突然ちょっとね、倒れて、ってなったんで、まあ、当初、メンタル的なところはプラス思考だったから、まあそういう気配全くなかったんで、本当に周りからもびっくりされて、で、先生とかも、まあ珍しい形ですねっていうふうに言われました。まあ、一言で言うと、例えば、結婚したとか引っ越しをしたとか幸せに思っていても環境が変わるんですよね。例えば物音が変わるとか食べるものが変わるとか、時間帯起きる時間が変わったりとか、もちろん周りの景色が変わったりとか、それでまあ見えないストレスがかかってくる可能性があるので、まあ、よく言われる隠れ的なところで、まあ、そういう幸せなことでも突然うつ病になったりとか、まあ、パニック障害になったりとか、いろいろと精神的な疾患というか病気になってしまうパターンっていうのもあったりするっていう、僕はそういった特殊なタイプだったんで、まあ本当に皆さんも、あとね、電車の中で一回気持ち悪くなったこととかありません？なんかね、満員電車とかで、パニック発作的なものって割と一度は経験してる人多いんです。ただそこで通り過ぎて終わったよっていう話なんですよね。ただそこで何か引っかかって、重症化してしまうパターンっていうのもあるから、ちょっと本当に人事じゃないなっていうふうには思うんですよね。なので、何か心当たりがあった際にはまたね、動画の方遊びに来ていただけると嬉しいです。では、星ドラは分かんない、もう一本動画アップするか、これでラストになるか、ちょっとまた考えますけれども、本当にね、長年ありがとうございました。ではでは、また新しい動画の方でお会いしましょう。さようなら。